皆さんこんにちは。今日はやっぱりね、いくらさ301が終わりだとしてもさ、ちょっとこれだけ交換したいなと思って買ってきました。ヒューエルフィルター、ちょっとね今年だけあと一丁分さ、まさか頼むとさ、ね、20万ぐらいは以上取られるかな。だからさ頼めないんで、これちょっと交換してみかな。はい、そしてねこのフィルターをつけようとしたのつって農機具屋さんから聞いてきたのね。どこにありますかって、このフィルターね。そしたらここにあるっつうのよ。ここ、まあ、コンバインの全体的に言うとこんな感じかな。ここね、ここの下にあるっていうね。でも覗くとさ、なんか言わずのホースしかないんだよね。じゃあこっち開けてみっかっつって、こう開けるとね、こういうふうなんの。あれでもあるけど油圧がな、これなんだ、これなんだ、これミッションなんだろうね、なんかわかんないけど、なんかのオイルフィルターなんだよ、ここに。これじゃねえなと思ってさ、探したよ。そして今度このグレンタンクを上げるとあるみたいなんだよね。この下の方がな、この辺にあるよなんて言うからさ、一生懸命探したよ。そしてあ、わかった、なんかカバンに隠れてるっつうから、これをさ外したけど、俺違うなっつってさ、じゃあどうすか、なんか下の方にあるっつうから、こうやってもう下こうやってさ、こうやってギャダンとかこう見たりさ、そしてね、そうするとここをこう下にグッとね、今度後ろね、ここにタンクあんのよ、燃料タンクで、ここのホースだね、ホースをいろいろたどってね、たどってきて、あれなんかここにゴムホースがあるななんてこう見てさ、だからこれ外したのよ。でも全く関係ございませんでした、あれとかって。でもこれが燃料とかって、あ違うな、これは岩なんだ、なんかわかんないけど、なんかこの辺からねこう来てたのよね、ずーっと多分ね、エンジンかなーなんてこう思って見てたら、なんとここでしたおい、エンジンの下にないっつったよなって、俺もうちょっとえらいがっかりだったわ。いや探した、1時間ぐらい探した。んじゃさ、あとはさ、このバッテリーのマイナス端子ね、これ外さないとダメだね、燃料フィルター外すのに。これだけ注意だね、多分だよ、車なんかこれ外さないと、燃料フィルター外した途端にダーダー流れからね、ものすごく危険です。はい、こうやって外しておきましょう。そうすると安全です。ですね、固着しててね、こういうレンチでは絶対あかんねかった。まあ俺のこれ3つしかないんだけど、これだといいね。これで回してみましょう。いや何年交換してないんだこれ、多分かなり交換してないな、俺だけでももう7年だからさ、その前だからもう相当だね多分ね。これじゃダメだよ。いやいや大変だな。はい、外れました。どれ、油垂れっか、結構ネジ長いな。なんだ、取れか、えらい投げんだけどネジ、あ、ちょっとこぼしてくねえな。
うん、ここから取れねえか。うわー、こぼしてしまった。ここだ。はい、取れました。こぼしてしまった。うん、悪くはなさそうだけど、でも取り、まあパッキンのこのついてるパッキンのさ、あ、ごめん、うわ、このついてるパッキンのこの薄さはさ、なんか年代感じるね。うん、まあ取り替えてみましょう。あ、ドアさ、ここのほら新しいやつ、ここのここにさ、あのここビニール取ってたよ、燃料ちょっとつけて、あとここさつけるだけ、簡単だね。はい、今薄く軽油塗りました。あとちょっとここやったな、ここさつけるだけよ。これスキップすっからは、あの片手で持てねえな、片手で持てねえでって、片手のスマホだからさ、いいかや。なんかバカになりそうだから一回切るわ。つけてからまだ取ります。つけました。そんでさ、これさ、取説見たら工具で締めてダメだってなってのね。手でぎっちり締めて終わり？なんだって。うん。ほら、ここかかってた。見れる？見えねえか。取り付けは手で十分に締め付けてください。取り付け後エンジンを始動して燃料漏れ、はい、400時間に交換だって。うん、じゃあちゃんと締めてかけてみましょう。はい、エンジンかけてみます。かかっかな、エア減ったかな。おお、あ、エア減ったな。エア抜きしにくね。こういうことよ、エア抜きスネークネッツの。わかりました。これがあのエア抜きが必要だっていう症状っつうのかな。あのディーゼルはフィルターなんか抜いたらこうなります。でもかかるんだよ、走るんだよ。無理無理。はい、ちゃんと処置しました。かけてみます。まあね、あの前はね、こうエンジンかけとくと、あのガバガバガバってなるのよ。だからこれさ、な、あのなっときとなんねえときあんだよね。これ走ってみないとわかんねえんだ、ほんと。作業してみないと。今はこうやって調子いいんだけど、たまにダメなんだよな。ダメになってほんと続いてさ、ガク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 って。だよね。このまま続いてほしいね。はい、よくあるある。フィルターレンチが脱げない。あれ？脱げね。脱げるの？脱げだ。いいね、この万力やっとね。はい、今日はどうもご視聴ありがとうございました。うん、なんとかね、なんか気分的には良くなったね。なんかわかんねえよまだね、田んぼ行ってねえから。状況は田んぼ行ってからだね、まだ報告は。ご視聴ありがとうございました。